電気。うわあ。うん？マリアさん、土管がありますわよ。どこに繋がってるのかしら。土管ってつい入ってみたくなりますわよね。まあこの世界の人はね。やだマリアさん、お水がたんまりです。これじゃ紙の私たちは入れないですわよ。このお水め。嘘、前作で入ってたけどな。いい、良かったんかなあれは。登る。おうおうおう、ちゃんとはしごモーションあったんだ。ん、これ降りて大丈夫？あれ？あ？どうなってるこれ下。ん？降りると？降りれないのか。あれ？なんだなんだ？なんかしてる。え？え？戦って欲しかっただけ。この音楽やっぱりテレレレレテレレレレテレレレって言って、なんかサザエさんみたいで。これをこう、あ、なんか、あ、3回アクションできるんですね。テレレレテレレレテレレレテテンテレレレテテレレレテテンテレレレテテンテンテレレンテンテレレンテンテレレンテンテンテレレレン。パクってんだろう、サザエを。このネズミを絶滅させたら何かいいことがあるのかしら。もうお金カンストしちゃいそう。おお、出た出た。魔法陣です。折り紙編が隠してたの。ずるーい。ずるいよね。ブーブー。お、握る。どっちに回そうかな。よいしょ。よいしょ。う、あ。わー、水が出てきたー。あ、なるほどね。水は上から下に流れるんだ。ということでした。よいしょ、よいしょ。もうそれにしか聞こえなくなってきたよね。絶対パクってるよ。あ、お水がなくなってる。なんで？純粋な疑問。夏休み子供科学電話相談室に聞いてみれば？あ、1万円だ。やった、1万円だ。スーパーペーパーマリオならここにペロンって入ってた。ペロン。わあ、マンホールの蓋だ。いらねえ。お、落書き水路。わあ、スルッと入るな。スルッと入っちゃう、これ。もうちょっと、ハワワみたいな、猶予が欲しいよね。土管に入る前にこっちも見たいよね。え、なんか続いてるな。どうしよう。どうしよう。どっちから行く？一回こっちも見ちゃおう。な、ネズミがいるだけだ。おーい。おーい言うて。わあ。なになに？どうなってんのこれ。今どんなことになったわけ？あ？ああね。なるほど。ああいう変な動きされると困りますわね。あの怒ってるやつら、攻撃してきたらちょっと痛いってだけなのかな。やっちゃえ、やっちゃえ日産。いやー、回復したいですね。テレテレテレテッテレンテン。2曲あるよね、バトルの。イベント戦はサザエさんなのかな。ん、でも落っこちちゃうしな。あ、あ、マリオさん、助けていただき
ありがとうございございねましたということで。まあ助けたは助けた。その後どうなったかというところまではまあ面倒見きれない、そういう私ではありますけれども、うん、助けたは助けたよね。あれなんか埋めた率みたいなのは大丈夫？まだなんか穴開いてるんちゃうか？いいのかな？穴埋め率みたいなのが 100% になってへんで。いっか、行こう。よいしょー。どっからしょー。よーし、出たわね。出たわね。はい、ページ上の門に出てきました。さすが土管ですわ。さすがの管理長は。あ、喜ぶのはまだ早いですわね。マリオさんのご兄弟が無事かどうか早く確かめないとね。どうかな。まあ、生きてる見込みはないかなといったところですけれども。ん？あ、マリオさん。あのキャラクター。何かしら。なんだあの。あんな大きいものが後ろから飛んできたの危ないですわね。ねえ。誰？こんなところに違法に駐車してる人は。ふーん、とっても重そう。ちょっとどかすのは無理かも。あ、こっち側に行けないんだ。じゃあ、ぶっ壊そう。ぶち壊そう、この車。働く車。おう、ハテナブロック回収率。へえ。なんか、なんもなさそうだけどな。誰もいないんじゃない？わあ。廃墟。廃墟だね。飛びがちだな。ピーチ城、キノコ城。不吉な帽子が落ちていますけれども。まあ見てみる？ああ、ありました。ご兄弟の帽子。ああ、形見です。後ろにちっちゃくルイージって書いてありますわ。書いてるんだ。ルイージさん一体どこにいるのかしら。助けて。ああ、私にはまるでルイージさんの助けを求める声が聞こえたような気がします。次元の狭間に閉じ込められたよ。そう、まるであの暗くて狭い次元の狭間に閉じ込められているような。兄さーん。兄上、ああ、きっと兄上の手によってひどい目にね。マリオさん、この帽子は思い出として大事に預かっておきますわ。ルイージさんのことは残念ですけど、そうだよね。そうだよね、つって。一体どこに行っちゃったんだろうね。この辺にいるんだろうな。こっちだよ、助けて。助けて、助けて。一体どこにいるんだ。向こう側、あれ、向こう側どうやって行くんだ。お、こっちだよ。助けて。助けて。お、どこから声が聞こえて来るんだ？この辺、怪しくない？近くにいるよ。どこにいるのかは、わかんないな。どこ？もっとちゃんと言ってくれないと困るな。お金だ。あ、お金だ。こっちだよ。どこ？いないよ。いないよ。よしよいしょ。あ、上行ける。あ。
探せそう。近くにいるよ。そばにいるね。青山テルマ。ベイビーボーイ、私はここにいるよ。今もなんちゃらどうちゃらこうちゃら。ふん。そこに入るかな。そこもともとお城の壁紙だったとこじゃない？あれ、出られたのに体が動かない。金縛り？大変だね。体が動かない。金縛りだ。早く起きてきなさい。朝よ。ありがとう。助かったよ。やっぱり兄さんは頼りになるな。そんな眉毛だったんだ。レイジさん、無事でよかったですわ。私、オリビアです。マリオさんにはとってもお世話になってます。ところで、どうして受験の狭間にいらしたの？いや、兄さんと別れた後、折り紙の兵法に捕まっちゃってさ。いきなり折りたたまれて、お前も後回しだって受験の狭間に入れられたんだ。危なかったですわね。折り紙兵にされなくてよかったですわ。されてたら、真っ先に殺してやったのにな。大事な帽子がね。それがないと、個性が。ちゃんと話聞きなさい。なんで、どこへ、ピーチ姫はどうしちゃったの？ピーチ城は私の兄上がピーチ姫さんごと遠くへ飛ばしてしまいました。私たちはそこにいる兄上を止めに行こうとしてますの。あ、そうだ。僕はそのピーチ城の鍵を探してる途中だった。いつも兄さんに助けてもらってばかりでたまにはいいとこ見せなきゃね。ピーチ城の鍵は僕が絶対見つけるよ。それじゃまた。ルイーズってこんなにバカだっけ？確かに鍵は必要かも。ルイーズさんってとっても頼りになりますわ。ルイーズさん頑張って。いってらっしゃい。あんなにバカだっけ？サンキュー。それじゃ兄さんオリビア行ってくるよ。レッツゴー。レッツゴー。最終戦の鍵を持ってくるのがルイージってこと？ラスボスまでもうじゃ出てこないじゃん。この辺りに何か手がかりがないか探してみます。この辺り？あのルイージのカート避けてもらおうよ。そしたら。そういうことではなく。この辺りですか？何もないですよ。この箱とか、開かないかな。もう行こう行こう。ルイージおったし。ルイージがね、車でブーンって行ったでしょ、もう。あれ？あそこにあったガラクタがなくなってます。あいつ、マリオでは重くて動かせなかったのに、ルイージ、起こして、運転していったのかよ。力パワーガチャ。ふう、じゃあこっから進めるのね。ペポペン。どれどれ。ドラドラ。おお。あ、ピーチ城が見えます。このままじゃあの紙テープが邪魔で中に入ることもできませんわね。いろんな方から伸びてるけど、一体どこから来てるのかしら。赤いテープはこっちの方へ伸びてますわね。ねえ、マリオさん、このテープを追っていったら先には何があるのかしら。そういう旅なのね。そういう旅がここから始まっていくわよ、ということなのね。よいしょ、よいしょ。ん？助けて。あ、空間に閉じ込められました。みんな物々いろんな空間に閉じ込まってるなあ。なんかポッキー開けるときの点線ある。ポッキー開けるときの点線あるよ、ここに。ぐしゃ。何も言わずに後ろから殴る。使いどころが。これでペリペリするわけね。うんしょ。わあ。ポッキーだ。ありがとうございます。私、あ、キノピオタウンでショップやってる。わあ、後で買いに行きます。あれ？この端こんなに短かったっけ？これじゃ帰れないよこれじゃ帰れないよー。じゃあ一回、買ってから行くか。
わあ、粘着力すご。職場に欲しい。お礼にこちら、うちのショップの試供品？まあ、キノコばっかりだよ。キノコばっかりだよ、世の中。あ、でも待って。重なってる、キノコが。ええー、ど便利。便利も便利。ど便利よ。じゃあまずショップに行ってみちゃおっかな。わあ、人生舐めてる。水ダメって言ってんのに。水がダメだって言われているのにあの態度。マリオさん、空間から助けていただいた。そっか、空間だから。悪空間なのか。次元の扉は挟まってるやつが言うのか。おー、花かキノコかしかねえ。これはこれ。くれよ。武器とアイテム。アイアンブーツ？欲しい。買う。トゲの敵でも踏めるんだ。バトルで攻撃に使う武器でしたっけ？装備しておくといいかも。使いすぎると壊れちゃう。最近の任天堂はそういうのが好きだよね。じゃあ、アイアンブーツ、10個ぐらいくれよ。そういうこと？え？いらない？いらないか？まあまあ、ファイアフラワーもなー。装備ね。ベンチ。あ、まあ、アイアンブーツね。なるほどね。なんか壊れちゃうんだ。なんで壊れちゃうシステムにしたんだろうって、あつ森にも言いたいです、僕。そうやって、やりくりをさせようとしてくる、任天堂は。こいつ何やってんの？噴水といえば待ち合わせの場所。きっとマリオさんと会えると思ってましたよ。水路ではありがとうございました。お前か。普通に水触ってるじゃん。よーし、じゃあ行ってみるか。ちらっと次のステージの触りだけ見たら今日は終わろうかしら。エピローグ長かったプロローグか。プロローグ長かったな。どれどれ。どれどれ。お、ピクニックロードだって。ちょっと長そうちょっと長そうね、ここはね。じゃあ髪がない。そんなに言われても、そんなに言われても髪がないよ。わあ、顔だけの人出てきた。草の中に隠されて気分も腐っちゃいました。色だって緑になっちゃったし。あ、それって変わるものなんだ。メニュー開いたことあるよ。きっと何かの役に立つから、役に立つから。ちょー、髪がね。髪くれよ。そんなことより助けたら金じゃなくてよ。髪が大事なんだよ、髪が。すごい。このアングルはなかなかないね。お花だらけでとっても綺麗ですわね。お日様もポカポカでなんだかウキウキしますわね。ピクニック、いいね。しようしよう。ウキウキしすぎて早速紙テープ忘れるとこでしたわね。わあ、本当に花いっぱい。よいしょ。花潰す。花潰して歩いていくゲーム。蝶々飛んでる。蝶々。ちょちょ。えい。わ。虫って大体キノピオ。パタパタが止まりません。やめな。そういう敵もいるから。よいしょ。てか、穴多くね。穴多い。よいしょ。よいしょ。あ、あいつ何やってんの？おい、何やってんだお前。あ、すいません。うん、何やってんだお前。一生懸命折ってる。よいしょ、よいしょ。一生懸命追ってたんだよね。
そういえばマリオさんを助けてあげたキノピオさんが応援がどうのって言ってたね。コインをあげたらバトルでいいことがある。やってみる？長押ししてみる？あ、そんなに使いたくない。あーすごい、ひどい。あー、いろいろやってくれる。いろいろやってくれるな。なるほどね。並べてくれるのは楽だな。あ、あ、キノピオめちゃくちゃいるんだろうな、この世界に。金の力で何でもできるんだなーって。おられかけました。わー気持ち悪い。おい、そのままどこか行くんじゃない、やめろ。よいしょ、どっか行っちゃったよ。おられました、畜生。私もおられました。ひどいです。私もおられました。ありがとうございます。ここは何ですか？わあ、キノピオ。キノピオがいっぱい。あれ？さっきおられたやつどこ行ったんだよ。あのまま走ってっちゃったじゃん。お、白鳥いる。あ、マリオさん、こんにちは。今日は僕らのこの子のヒーローを拝みにはるばるやってきたんですよ。大変だー。普通に敵おるし。どうしたどうした、大変だよ、大変だよ、大変なことになってるよ。え、そんなに大変なの？そりゃ大変だ。わあ、バカだ。何が？え、やべえ。霊界への入り口ある、右に。行きたい。行きてえ、霊界への入り口。一回行ってみたかったんだよな。お金をもろてね。なんかこっち雰囲気が違うわね。ここが霊界への入り口ですか。マリオさん大変なんです。偉大な土神様が住むところの入り口が閉ざされてしまいました。へえ。入り口は神聖な5つのタートルボールがはまっていないと開かないんです。亀玉、それが4つもなくなっちゃって、おまけに最後の1個もあいつが盗もうとしてる。ほんとだ、今まさに手も足も出せません。のこのこだけに。じゃがしいわ。ここで、潰れてなさい。あんたたち。あんたたち？上におるなぁ。じゃあ今日はここで一回終わりにするか。お、亀みくじ。やりたいやりたい。嬉しい、楽しい、超便利、アクセサリー。キノピオタウンで売ってますので。あ、嘘。もっと前にいて欲しかった。おみくじやりたい。おみくじやりたい。おみくじやりたいのにな。なあ、なんかいっぱいあるわ、こっちも。長い。じゃあ今日はこの辺で終わりにしますか。一回始めてしまえばね、もう進めようという気持ちになりますので。また時間あるときにやります。ふー、お疲れ様でした。おつ